どうも男中村です。どんぐりといえばアクが強くて食べられないと思ってませんか？アクがなくて生でも食べられるどんぐりもあるんですよ。今回はそんなどんぐりを2種類ご紹介します。そしてそのどんぐりの美味しい食べ方もご紹介します。まずは生で食べられるどんぐり、その1がこれです。マテバシイです。これを取ってくるところをご覧ください。マテバシイはこんな葉っぱの木に生えるんですよ。割と大きめの葉っぱですよね。この木のあたりを探したら落ちてますよ。マテバシイはちょっと大きめのどんぐりです。それで細長いですね。これの殻が硬いんで、割るときはペンチとかプライヤーを使います。割って殻を剥きます。先端がちょっと赤くなってますよね。ではちょっと生で食べてみます。栗の味を薄くしたような感じですかね。生で食べられるっていうだけで、生で美味しいからもっともっと食べたいっていうもんではないですよ。まあ、今生で食べたようにアクが少ない、もうアクがないってことです。もっと美味しい食べ方がありますからね。その美味しい食べ方はまた後で説明します。生で食べられるどんぐり、その2がこれです。スダジイです。これを取ってくるところからまたご覧ください。スダジイはこんな葉っぱの木に生えます。似たような葉っぱをした木はたくさんあるんで、葉っぱだけで判断するのは難しいですね。これがスダジイの木です。結構な巨木になりますね。木の雰囲気でなんとなくわかりますよ。スダジイはこのようにカクトと言われる殻に包まれて落ちてたりします。カクトは簡単に取れます。大抵はカクトが取れた状態で落ちてます。これを拾います。スダジイは小さめで細長いです。そして殻が薄いんですよ。これの殻を剥いてみましょう。これは殻が薄いんで、こんなちっちゃめのペンチでも割れますよ。では生で食べてみます。これも栗に似てます。さっき食べたマテバシイよりも密度が濃い感じですね。ちょっと甘みもこっちの方が強い感じがします。さて、生でも食べましたけど、生で食べるのは決しておすすめの食べ方ではありません。何か調理をしてから食べた方がいいですね。まあ、手っ取り早い調理の方法として、フライパンで煎るっていう方法があります。スダジイとマテバシイをフライパンで煎ります。焼き加減はもう適当でいいですよ。だって火が通ってなくても食べることできますからね。殻の表面が軽く焦げたぐらいまで焼くといいと思います。これをまた割って食べます。スダジイの方は焼いてると自然に殻に割れ目がいって、手で剥くことができます。おっと、生きてる生きてる。焼いたスダジイいただきます。生で食べるよりもホクホクして香りがいい感じになってます。マテバシイは焼いてもひび入ってないので、プライヤーで割れ目を入れます。おお、割りやすい。焼いたものは殻が剥きやすいですね。焼けたマテバシイは生のマテバシイと違ってちょっと色が違いますね。では焼いたマテバシイをいただきます。栗に似てますね。よく噛んだら甘みが出てきます。栗の風味を薄くしたような感じですね。栗ほどは美味しいものではないですよ。でも栗に似てます。これは焼きたてのあったかい状態で食べてくださいね。焼いてから時間が経つとものすごく味が落ちますから。さて、ここからが本当に美味しい食べ方をご紹介します。まずはスダジイを使ったスダジイご飯です。スダジイをご飯と一緒に炊くんですけど、これマテバシイでやるとそんなに美味しくないんですよ。でもスダジイでやると美味しいですよ。作り方はものすごく簡単です。スダジイの殻を剥きます。剥けました。ご飯を炊く準備をします。ここにスダジイを入れます。水の量とかは普通にご飯を炊くときと一緒です。我が家には炊飯器はないんですよ。この土鍋でご飯を炊いてます。気をつけます。これはご飯を炊く専用の土鍋です。沸騰したら火を止めます。蒸らしが終わりました。お茶碗によそいます。
これがすだじーご飯です。栗ご飯みたいで美味しいですよ。けど栗ほどあの口に入れた時のほわーんという幸せな感じはないんですけど、まあ栗ご飯のような美味しさがあります。これも炊きたての状態で食べてくださいね。炊いてから冷めると途端に味が悪くなりますから。けど炊きたてだったら美味しいです。では最後にどんぐりの最も美味しいと私が思う食べ方をご紹介しましょう。これはすだじでもまてばしでもどっちでもいけますよ。今まで栗にはかなわないとか栗ほどの美味しさではないとか言ってきましたけど、今から紹介する食べ方は栗にかなわないとかそんなことはないです。どんぐりだからこそ美味しいっていう味なんですよ。そんな食べ方があるんかとか思わないですか？あるんですよ。知りたいですか？それはね、どんぐりパンです。ちょっと手はかかりますけど食べた時の感動がありますよ。今回はマテバシーでどんぐりパンを作ります。まずプライヤーで殻を割ります。結構硬いです。硬いぞこれ。あ、破裂してしまいました。まあたまにはこんなこともありますよ。薄皮は完全に剥かなくても残っててもいいですよ。後で茹でるんですけど、茹でたら薄皮は簡単に取れますから。全部殻が剥けました。15分ぐらいかかりました。そして重さは 90g です。これを茹でます。沸騰してきました。薄皮が勝手に剥がれて浮いてくるんで簡単に取れますよ。ある程度茹でてから一旦茹でこぼすと薄皮を完全に取り除くことができます。一回茹でこぼしてまた茹でてます。蓋をして弱火でじっくり茹でます。1時間経ちました。柔らかくボロボロになってきました。お湯を切ります。ボウルに入れてフォークで潰します。裏ごししてもいいんですけど、裏ごしはめんどくさいんでフォークで潰すことにします。これくらいでいいでしょう。 90g のマテバシーが 132g のペーストになりました。どんぐりパンの材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。ホームベーカリーの容器に材料を入れます。本体にセットして標準コースで焼きます。焼けました。どんぐりパンの完成です。断面はこのようになっています。どんぐりの色です。ふんわりと焼けました。味はどんぐりのほんのりとした甘みがあって美味しいんですよ。噛み締めるとまたどんぐりの風味が広がって、これはどんぐりの風味を一番いい形で味わうことができていると思います。本当に美味しいですよ。ちょっと手間はかかりますけど作ってみる価値があると思います。すだじーで作ってもマテバシーで作ってもどっちで作っても美味しいですよ。どんぐりの料理っていうのは基本的に温かい状態で食べないと、もう冷めると途端に味が悪くなるんですよ。でもどんぐりパンは別です。熱くない常温のパンを食べても美味しいですよ。もちろんトーストしてもさらに美味しいです。トーストして冷めたらもちろん風味が悪くなります。それはどんぐりの入ってない普通のパンでも一緒ですよね。今回ご紹介するどんぐり料理は以上になります。このチャンネルではこんな感じでちょっと変わった料理の方法を週1回くらいのペースでアップしてます。今回の動画が面白いとかためになったって思ってくださった方はいいねとチャンネル登録をお願いします。他にもブログ、ツイッター、インスタグラムもやってます。ブログはもう10年以上やってますんで、今までの全ての情報がブログで見れます。どんぐりの料理の方法も結構研究してブログにアップしてたんで、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。